そうだよ、GT 選手権だな、うん、スープラ。あのだからそうですよ、結構この2リッターはいろんなので使ってたんじゃないかな。だから一般にはあんまり知られてないわけよ、はい、3S って、はいはい、確かに、ね、4AG だ、その 5AG だって言うけどさ、うん、この 3S は名機だよ、うん、でこの 3S はそのあとは、まあ、アルテッタとかね、ああいうの2リッター NA で、うん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 、使われていたエンジン、うん、だから結構だからエンジン丈夫で強いし、エンジンの排気量も大きいんで、当時86なんかにも 3S を積んでる人は多くいましたね、うん、いたちょっと重くなっちゃうんですけど、うん、いた。いやこのエンジンは良かったよ、うん、何やすごいのがなんかいるんですよ、なんか変な人たちがなんかさ横浜って変なやつが多い色変わった音がしてるでしょ変な今なんかねなんか俺今さアメリカ大統領のリンカーンでも来たのかなと思ったんだけどさ、そんな変な人たちがこの辺多いんですよいやでもいやしかしこれはなんかオーナーが買って綺麗に仕上げたらしいですね。まあでも SW はねかっこいい、うん、かっこいいですね、うん、かっこいいよ。ブレーキも変わってますからね、ブレーキも。おお。何あれ、続きの暴走族です